いいですね。コピーライティングで稼ぐにはってことですね。あと、セールスライティングを学びたいと。学ぶにはどうすればいいでしょうかってご相談ですね。これも何度もお伝えしているようにですね、マーケティングの本質をしっかり教えてくれるメンターを探しましょうというのが一番最初になります。なので、そういったそのマーケティングのですね、大事なところ、まあ、マーケティングの大事なところっていうのはやっぱり仕組み作りですね。集客してから、人を集めて集客してから、ご自身のですね、メディアに誘導する、まあ、LINE とかメルマガですね。で、ここで価値観の共有をして、信頼関係を構築するということですね。で、この中で、コピーライティングとかセールスライティングっていうのは自然に学べると思います。まあ、ただ、書くのが苦手っていう人も多いので、今は音声とか動画でですね、伝えられると。で、動画の方が例えば、文字の4600倍の情報量があるって言われてますので、そっちの方が全然有利かなというふうに思ってます。で、海外移住された方からのご相談で、記事。